あ、で、両手両足がなくなった体は食えないから、松明に近づけて、骨にしちゃいます。胴体から何も取れないと。取れたっけな？覚えてないな。でも、特に取れるとかはなかったと思う。テント欲しいな。で、食人族の血で体がずっと汚れてると、それもなんか病気になるとちょっか、と気にあなっる。たような、なかったような、だから体力が減ってっちゃうのかな。だからまあ、ちゃんと体はきれいにしよきれいにするつ。う。まあ、どうや海っにて。入るとかだね、手っ取り早いのが。なるほど。そしてこのフィールドね、たくさん地下洞窟があります。主に地下洞窟で探索をすることで、いろんなその手がかりとか、この島が一体何なのかとか、その辺が分かってくる。で、アイテムも持てる上限があるから、いろんな保管庫が作れるんだよね。で、もちろんその保管庫も壊れるから、壊れ気るをよつけね。なはれやっていうこと。やっぱ高台だよ。頭いいな。高台さえあれば、多分大丈それはそうなんだけど、高台を作る分だけ割と木材を使うので。夫。まあ、だからそうだね。この飛行機の上に何か土台を作るとか。つうかさ、待って、どんな格好してんの？ 飛行機のさ、この中にいた人、こいああ、つこれ？食えんのかなと思って眺めてあ、たら、ちょっそふ、と。おおお。変態だ。しかもなんで石持ってんや、これ頭蓋骨で、これ。の？あ、頭蓋骨か。よカくオわスかんすない。ぎる。結合って何なんだ、これはよくわかんないけど。あ、いろいろ結合できるものはね、ほんと、多種多様、たくさんあったと思うから、手当たり次第結合してみれば、いろんなアイテムが作れるはずだよ。真ん中の結合ってやったら真ん中にどんどん集まっていくんだよね。あ、そうそうそう。で、ちょっとどこうれしてややるこのってしんいだ、んこれ。だけど、この歯車みたいなマークが、まあ、ちゃんと一回一周、ちゃんとつながれば、ああ、そうなんだ。結合できますっていうこと。ああ、じゃあ、この歯車。ああ、理解したわ。完全に理解した。完全に理解したわ。その歯車のゲージが溜まっていくと、とりあえず結合のレシピがちょっとずつできていってるんそうそうそう。で、一応この飛行機の斧も、何と結合できるものがあるはずなんだよね。なんだっけな。あ、あ、違う。どうだっけな。何と結合できるんだ。まあ、ちょっと今あるアイテムじゃ結あ、合できないかもしんないけ布と結合できたわ。ど。あ。だから何なんだよ、これは。ちょっと補強された。つうか、あなた、乾燥の棚ぶっ壊しちゃったから、飯 ねえじゃん。飯はやばいね。ちょっとこの辺の、この怪しい建物、見てみるか。なんかあるかも。あ、オイルだ。あ、食事なくね？ああ、武器の装備が、こうインベントリからしか武器装備できないんか。ショートカットもあったかもしんない。うわ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 。わあ、食人族ダブル。ダブル。こいつら意外と間合いを取るんだよね。突っ込んでこない。戦いになりてやがる。戦い慣れてやがる。ついに2体の食人族が。本当だ。やるか、フォーカス合わせるか。ほら。
おお、違う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 。この食人族にやられた人が干されてるやつを殴ったら金落ちてきたけど、金使える？まあそれも結合用のアイテムだね。なるほど。さあさあ、今度は乾燥だな、壊すね。気をつけるわ。で、この頭蓋も何かに結合はできる。ただ覚えてない。ちょっと待って。松明。あの巨大な明かりどこ行った？キャンプファイヤー。あれって勝手に壊れるんだっけ？覚えてないな。いいよ、じゃあまた別のものを作りゃいい。よし。で、こういう、なんだ？暖炉じゃないけど、すぐに、飯を食いたければ、干し肉にする以外に、こういう、火が燃えてるところに、食人族の足とか、ぶん投げる。設置して、モンハンみたいに焼いて食うことができるよ。はぁ。そういうわけで俺はもう腹ペコだからこいつをいただくとする。あ、わかった。あ、見てこれ。何？あ、布の斧を燃やすことができる。肉焼けたかな。あ、肉焼けたよ。うめうめうめ。腹減ってない？腹減ってる。食うがいい。うめえぞ。うめえぞ。よし、干し肉も仕上がってるね。じゃあ、手も干しとこう。あ、食人族またいるわ。さっきの。うん。3体いるな、今度は。食材をひとまず集めるか。おれ。確かね、日数が経過すればするほど、強い食人族がね、増えた気がする。あ、おっ。なんだろう。手足、もう行け。もう一回、もう一回。シュールだな、この格好で。で、そう、木材とかいろいろ集めて、対食人族用のトラップも作れるから、だから、拠点を、なんか、なんだろう、木の壁とかで囲っちゃうのもよしなんだけど、どっちかというとそういうトラップを使って、引っかかった食人族を、もう、おのずと、飯にしてやるっていう方が、効率がいいかな。トラップ。なんか今作れるトラップあったかな？おい、ちょ、そいつちゃんと手足もぎ取ったか？もぎ取ったよ。よしよし。あ、もうこれいっぱいだ。いっぱいや。あ、だから、なんか今、トラップ作れるのあるかな？このトラップめっちゃ強い。ん？この辺実は。要するにこのトラップは、ここに食人族が通ると、二枚の板が、バチーンって、開いて、食人族を、一撃で倒せるはず。これちゃんと引っかかったら。ちょっといいよ。
ただちょっとロープとかが必要だから、ロープは地上で手に入ったかな。もっと簡易的なトラップもあったはず。ロープ持ってるよ。あ、マジ？こういうトラップも。お家でね、取ってきたわ。そうだ、水問題。うん、いくらまあ、この飛行機の残骸の中で飲み物がリスポンするっつっても、そんなしょっちゅうではないから、うん、海の方に行くと、亀がたまにいるんだよね。うん、亀を倒して亀の甲羅を手に入れて、でその亀の甲羅を、なんだろう、この辺に設置しておくことで雨水を貯めることができると。そのまあ雨水で水分補給をするっていう方法もある。だから設計図だ、設計図だけよし。あ、食人族いるな。うん、やっちゃうよー。部屋部屋ちょ、痛い。ちょ、待て。やっちゃ、痛い、死ぬ。よし、ネームが映ってねえよ。今拠点側の方にも食人族一体見えた。あ、本当だ。あとこの食人族の死体を使って、うん、おぞましいオブジェを作ることができるんだよね。その食人族の死体を晒すみたいな、そういうオブジェ。それを作ると食人族がなかなか近寄らなくなるっていうのを聞いたことがあるんだけど、はい、前試した感じ、日数が結構経過してるとあんまり効力を持たなくなってる気がするんだよね。うん、気休め程度の食人族撃退用トラップで、ちょっと肉がたくさんあるから、よしよし、で、頭蓋骨も今たくさんあるから、何に使いたっけな。例えば、あ、これだ。こういう感じで、たくさん家に詰めよう。はい。ああ。つけれるよ。頭蓋は何かと結合できたんだけど、なんだっけな。ああ、一応丸太を保管できる。資材置き場もクラフトで作れるよ。まあ、そんなに入んないけどね。どれだっけな。おかんこの、これだ、丸太置き。この辺に設置しとくか。もちろんこれも壊れるから注意だよ。小枝の授業が割とあるんだよね。足りない。あ、ついでにこの木もね、数日経ったら勝手に生えてくるよ。そうなのか。わざわざ、なんか、動く範囲を広げていかなくてもっていう。そういう必要は特にない。はい、丸太置き。あ、あれ？あれ？どうした？いや、ちょっといい。
この焚き火踏んじまって。ああ、でも、大丈夫だよ。死んでもね、死ぬとね、アイテムをその場でロストっていうか、まあ、落として、まあ、ここに戻って、ちょっと、なんてこれ、登りにくい。もうちょっとなんとかならんかったのか。それは思った。そうだ、思い出した。チェーンソーがあると木切るのもめちゃくちゃ楽なんだわ。絶対楽でしょ。ベッド、オイルが必要にはなったはずだけどね。ああ。あ、ちょ、暗い暗い暗い。意外と夜に襲撃に来ないんだな、食人族。来ないね。あ、朝にできるよ。あ、ごめん、まだだった。確かに。もうちょっと。もうちょい。くれー。はい。あ、改良してんのね。と一個足りねえ。 もっといい階段があったわ。結構この木造建築もカスタムの幅がかなりあるからね。次にトラップをもう一個作っておこう。基本的にロープがいるんだよな、落とし穴以外は。これは何なの？あ、ここに来たら潰されるトラップ。ああ、そうだ真ね。相みたいあ、ちょっに。あ、食人族より頭が悪いのか。 これ元に戻すのにも小枝がまた必要なんだよ。戻したけど。 そういう、そういうトラッププだレイから。ヤーが通ってもこんな簡単にパキッていくの？もちろん、ちょ、腹減ったな。飲料水問題をね、なんとかしたいね。出かけるか、ちょっと。食料少し持って。出かけっか。海がね、こちら側にあるんですよ。てか、キャリーケースまだこの辺に。あ、キャリーケースの中にはね、純粋なポーションが入ってることがあるから、回収しておこうね。海の方、砂浜とかがあれば亀がいるはずなんだよね。全然わかんないな、この辺どこなのか。断崖絶壁だけど。もう一応まだ飛行機の中で手に入れた炭酸水、まだあるよね、まきっだあと。るよ。これが尽きる前に。あ、オイル。あ、ロープ。もういっぱいあるじゃん。あ、服。これ壊せないんだ。ほいや。あ、見てこれ。何？ダイナマイト。ダイナマイト。あ、いや、この時点ではまだダイナマイトじゃないのかな。これも結合させればダイナマイトになったりして、ライターで着火のポーンで。炎。全然砂浜がある感じがしない。あ、この下どうかな？亀、いないかな？インベントリから物を直接捨てたりとかできない。インベントリから？
装備と結合しかねえ。ああ、そうだね。捨てるとかは。カメ、人手がいる。人手。カメ、カメいねえか。あ、ロープある。体汚いからちょっと水に入ってくる。よし。水浴びして。特にペナルティはなかったかな。カメいねえな。ないの。上戻んのだるいな。おじょ。お前何してえ？スペランカーか、お前。相変わらず、ゴーストリコンの時といい足首をくじきやすい。やろうだな。マジか。登れねえんだけど。頑張って。ついでにあの小屋を作ったのは割と重要な意味もあって、地点が消えないからちゃんと帰り道は分かるようになってるからね。ああ、まあ常にどこにあるか分かるね。うん、マインクラフトみたいに木、あの土たくさん積み上げるとかは通用しないから、ね、マインクラフト座標表示しとけば。ああ、まあそれもそう。まあそれを覚えればいいみたいなところある。我々今マップもないんで。それああ、砂浜がありそうだぞこの先。やっと登れた。なんだあれ、ご神木みたいのがあるんだけど。縄でも巻いてあるの？ちょっと遠目だと分かんないな。あと漂流船があるな。